任命式で今年度プロジェクトに取り組む3人の若者に篠田陽次美音市長から事例が交付されました美音と教育改革プロジェクトは子どもたちの好奇心を引き出し挑戦する心を育むことを目的に市内の小中高生を対象に去年から取り組んでいます公設塾美音とをはじめワークショップやキャンプ・合宿など 学校だけでは体験できない授業が行われていて、市外から新しい視点や発想を取り出ようと公募されたミネ魅力発掘隊員と呼ばれる地域おこし協力隊員が運営にあたっています。で、ミネ市のいろいろな大人の方とつながって、大人と子どもをつなぐ存在にもなりたいですし、やっぱ子どもたちがミネで学べて良かった。 三根市で暮らせて良かった、そういったふうに思ってもらえるようなこう取り組みを行っってていいけたらなと思ます。3人は今後、地域プロジェクトマネージャーや、三根魅力発掘隊員として、三根ジオパークなどに配属され、1年間プロジェクトに関わることになります。